はい、どうもみさん、こんにちは、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、ロシアの絵画をご紹介したいなと思いますね。ロシアの絵画って実はもうめちゃめちゃレベル高いんですよね。私もまあ普通にヨーロッパの絵画好きですけども、ロシアの絵画はもうそれと劣らずすごい好きですね。非常にレベル高いですね。なんか僕の好きな言葉に、ロシア人ってもう徹底的に原理を求める民族だっていう言葉があるんですよ。徹底的に彼の原理、原理が到達するまでいかなる理論も受け入れないっていうような言葉を聞いたことあるんですけども、そういったなんていうのかな、こうロシアの苛烈なこう原理的な深い真実を求めるような、その力強さ、根強さっていうのがロシア絵画からは見受けられるんで、まあ、非常に私は好きですね、ロシア絵画を。何か特殊な力を持ってるのを非常に感じますね。で、今日はですね、割とこう代表的な作品をご紹介したいと思います。はじめはまあ一応その古典からご紹介したいんですけども、まあ、アンドレイ・ルブリョフですね。アンドレイ・ルブリョフ、まあ非常にロシアで有名な人ですね。これ三位一体の絵画なんですけど、こういった絵画は非常によく見受けられますね。ロシアではこういった古典的なキリスト教の絵画はよく見られますね。まあこの人はロシア美術を語る上では避けては通れないでしょうね。最もまあ権威あるロシアの画家です。歴史的に見るとロシアっていう国はキリスト教に改装した国なわけですよね。で、特にロシアはギリシャ正教ですね。ギリシャ正教を輸入したわけですよ。それゆえにロシア美術の始まりはビザンティン美術の模倣に過ぎなかったんですよね。ただこのアンドレイ・リブリョフっていうのは、その遺恨絵画を単なる模倣ではなくて、まあ、傑作まで高め上げたっていうことで有名ですね。ただまあぶっちゃけ僕らの美意識から言えば、って感じですよね。まあすごいんでしょうねっていう感じですよね。あんまり僕らの今の現代の美意識にこう刺さるような絵画ではないとは思いますね。まあただこれは一応ご紹介せずにはいられないし、ロシアの実際にたくさんの美術館に行ったら大体こういった文脈の絵画はいっぱい見られるんで、まあ知っておいて損はないですね。ああまあここから来てるのねっていうぐらいの解釈はできるので、要するにまあ実際にロシアの美術に行った時にこう馴染みが出てくると思いますね。はい。じゃあまあ古典のとりあえずジャブは終わって、もうちょっと僕らの感性に響くような作品をご紹介したいんですけども、まあ、それが第1号はこれですね。ブリューロフ。ブリューロフのポンペイ最後の日。はい。これはもうロシアっていうものを超えてイタリアでも傑作とされてますね。カーリュー・パブロビッチ・ブリューロフ。ブリューロフは、ロシア人にとってはもう誇りだと思いますね、これは。なんでかって言ったら、まあ彼、まあ先ほどもご紹介したように、基本的にロシア絵画っていうのは西洋の模倣が多かったんですよね。なんとかまあ西洋に追いつけ、追い越せって頑張ってたんですよ。まあ政治と一緒ですよね。で、彼は初めて西洋で成功した画家なんですよ。なので、ロシアの人々はブリューロフのことを偉大なるカールって呼んでますね。まあ彼はもともとイタリアで滞在してたんですよね。で、彼の作品はイタリアでも第一級の作家って認められるぐらいに成功を収めてたわけですね。特にこのポンペイ最後の日がヨーロッパ中で称賛を浴びたわけです。彼の有名な自画像を見てもらえばわかるんですけども、もうブリューロフのこの、なんていうか、この自画像って、もうまるでさも皇帝のように、こう、威風堂々としてるんですよね。ただ、まあ、ブリューロフの歴史を紐解いてみれば、すごくまあ、魅力的な人物だなってわかるんですよね。彼はもちろん初めからそうやって皇帝として約束されていたわけではないですね。彼はまあペテルブルグの画家の家庭に生まれたんですけども、体が非常に弱くて病気がちだったんですよ。しかしブリューロフの父親はもう容赦なく彼に絵を描くことをまあ要求したんですよね。本当になんかもう父親が要求する水準ってもうめちゃめちゃ高いらしくて、幼い頃であっても父親が要求する水準にブリューロフが応えられなかったら、もう容赦なく殴る蹴るのオーダーをして、でそれによってなんとブリューロフって片耳聞こえなくなったらしいんですよね。めちゃめちゃですよね。もうどっかのこの野球バカ親父との比じゃないですよね、本当に。まあその甲斐もあってかもわからないですけども、ブリューロフはイタリアで成功を収めてロシアへと帰国して、まあ、ロシアの絵画を一等の地位にまで引き上げた、もう本当に偉大な画家ですね。どれほどこの人は苦労したんでしょうね。もう計り知れないですね、本当に。はい。で、ただまあロシアの絵画はあくまでもそのヨーロッパとの比較検討の上でこう偉大かどうかっていう位置づけだったと思うんですけども、そこからまあロシアが独自の地位に進むようになったきっかけがあったんですよ。それがこのイワーノフの民衆の前に現れたキリストですね。はい。
これね、僕もね、実際現物見に行ったんですけども、もう圧倒的なスケールのデカさですね、本当に。ロシアの美術館って本当にもう美術館そのものがもう芸術の域に達してるんですけども、まあ僕のお気に入りの一つであるトレチャコフ美術館。トレチャコフ美術館でこれが見ることができますね。モスクワにあります。もうめちゃめちゃおすすめですね、この美術館は。文学好き、ドストエフスキー好きはもう絶対に行かなきゃいけない美術館ですね。ドストエフスキーの一番有名な肖像画がここにあるんでね。まあ、でもなんかロシア人はあんま興味ないみたいですね。プーシキンがいっぱいみんな並んでるけど、ドストエフスキーはさほどでもなかったですね。悲しいですね。はい。で、この絵画なんですけども、アレクサンドル・アンドレビチ・イワーノフ。長い。イワーノフで OK です。まあ、この人はもうロシア絵画の転換点ではない人ですね。で、この、民衆の前に現れたキリストにそのことが象徴されています。まあ、これはもう18、19世紀ロシア芸術の最高傑作の一つとされてますね。で、これはまあヨルダン川のほとりで様々な悩みを持つ人々が集まってるわけですね、ここに。僕はまあ好きかって言ったら好きなんですけど、まあもっといいのあるよねって個人的には思うんですよね。個人的にはクラムスコイっていう、まあ後に紹介したいんですけども、荒野のキリストとか本当にロシア独自の独創性が感じられるんですけど、まあここにはまあ個人的にはそんな感じられないっていう、まああくまでも個人ですよ。そのちゃんとした芸術家の人から見ればその傑作性は文脈的に破壊取れると思うんですけども、個人的に見ればなんていうのかな、うん、まあそこまでロシアの独自性はまだないよねって感じなんですけども、ただこのイワノフっていう人はやっぱりその古典主義の手法を使ってるんですよ、ここに。なんでやっぱりその類似性がヨーロッパに見出されるわけですね。ヨーロッパの古典主義の手法を彼は確実に引き継いだ人なんですよね。ただその古典主義の手法よりもさらに先の芸術領域の可能性をこの中で彼は示したわけですね。それによって、まあ、イワノフは非常に重大だったとされてるんですね。特にだから、それが、まあ、後に移動派によって結実することになるわけですね。この移動派っていうのが非常に大きなメインとなりますね。非常に大きなキーワードとなります。やっぱ移動派が熱いですね、ロシアは。移動派は好きですね、僕も。じゃあ、その移動派にじゃあ行きよって話なんですけども、移動派に行く前に寄り道したいんですけども、まあ、この寄り道がほとんどの人にとっては、メインロードになるかもしれないですね。で、歴史的文脈から言えば、この人を先にちょっと紹介しないといけないんですけども、アイバゾフスキーですね。はい。もう間違いなく一番人気はアイバゾフスキー。高値でロシアの絵画が取引されているのも圧倒的にアイバゾフスキー。アイバゾフスキーは天才。唯一無二の天才。誰が見てもすごいってわかる。わかりやすい天才ですね。まあ、風景画の一部って言ってもいいと思いますね。移動派も有名なんですけども、風景画家が非常にロシアって有名なんですけども、ロシアってまあ本当に素晴らしい自然がいっぱいあるんですよね。で、たくさんの絵画によって風景画が描かれてるんですよね。で、まあ、ロシアの自然の素晴らしさを描いたことにかけて一番ヒットなのはやっぱアンドレジットだと思うんですよね。ヒットって言って分からないんですけど、アンドレジットは非常にロシアのソビエトの自然に驚嘆したんですけども、残念ながらそのアンドレジットが驚嘆した自然は今のジョージアなわけですね。もう彼は今までこんな自然は見たことないっていうぐらい感動したんですね、そこに。今、ジョージアは別の国になってるんですけども、ロシアとは別の国なんですけども、ただ、ロシアにもやっぱり素晴らしい自然はたくさんあります、本当に。もう、世界一やっぱ広大な国なんでね。自然もやっぱ素晴らしいですね。まあ、そうやって、その素晴らしいロシアの自然を残してくれた偉大な画家の一人が、アイバゾフスキーですよね。まあ、そう言っていいのかな、どうなのかな、それはちょっと次の人、シーシキンの方かなと思うんですけど、でもアイバゾフスキーは本当に唯一無二ですよね、マジで。この人はもう圧倒的な技術力がありますよね。圧倒的な技術力の中にこのロマンチックさなモチーフをこう絶妙にこう取り入れるのがうまいんですよね。僕もまあ好きな画家の一人ですね。一番好きかってやったらそうじゃないですけど、見てやっぱ感動しますよね。あ、もうすげえなって思いますね、一瞬で。この人は多分まあ多くの人はこれが好きだと思いますね。はい。で、まあアイバゾフスキーと並んで人気なのはまあシーシキンですね。まあでもこっちはあまり日本人好みではないかもしれないですけども、シーシキンは非常に人気が高いですね。まあシーシキンはただ西洋的絵画の文脈から見ればなんかそんなに独自性はないっていうか、まあドイツのその絵画の手法を使ってるみたいなんで、そんなになんか独創性はないって言われてるんですけども、ただ彼がすごいのは
非常に彼は熱心な観察力によってロシアの森を深く理解した人なんですよね。そういった研究とか観察のもとにロシアっていうものを自然を描き切ったんで、やっぱりもう唯一無二でしょうね、シーシキンは。で、シーシキンのこの絵画は一番有名でお菓子とかにも使われてるんですけども、ちなみにこのクマがやっぱり餅なんかこうエッセンスとしていいなと思うんですけども、実はこのクマはシーシキンのオリジナルじゃなくて後の人とよって描かれたものですね。サビツキーっていう人が加筆したものですね。はい、明らかにでもこの絵画が一番人気なんで、サビツキーが加筆した絵画が一番人気っていうのはなんともまあ皮肉ですね。まあでもシーシキンはやっぱりなんか、うん、あ、なんか、うん、こういった画家っていっぱいいるんですけども、見たときに、あ、これなんかシーシキンっぽいけどシーシキンじゃないよねってやっぱ感じですね。やっぱりなんかちょっとチープだなって思って、やっぱりなんかシーシキンは、うん、なんていうのかな、単なるその写実主義的なものを超えてロシア絵画っていうものの中にロシアの自然っていうものをこう昇華させた、天才だと思いますね、この人もね、間違いなく。はいはい、で寄り道が終わりました。まあ寄り道が終わったってことはメインロードが終わったってことかもしれないですね。あとはおまけかもしれないですけど、いやそうではない、ここからが本番ですね。はい、私が紹介したいのはクラムスコイ、荒野のキリスト、イエスキリスト。この絵画ね、見たとき衝撃受けましたね、初めて見たとき。あ、なんか、あ、ロシアって感じですね。ロシアならでは、ロシアでしか描けないっていう感じもしましたね。ただ、なんていうのかな、まあ、これを紹介するのが正しいかどうかわかんないんですけど、なんていうかな、移動派のもっと社会的な側面を、その独創性をこれで伝えられるかどうかわかんないんですけども、とにかく、まあ、この絵画が僕はすごい好きなんですよね。この、まあ、移動派からやっぱりロシア独自の道を歩み始めるんですけども、このクラムスコイっていう人は移動派の指導的立場にいた人ですよね。でこのキリスト像の何がすごいって、やっぱりその悩めるキリスト、インテリゲンチアとしての悩めるキリストを描いたっていうところですよね。だから神格されたキリストではなくて、このインテリゲンチアとしての悩めるキリストを描いたってことですよね。でロシアにとって、まあ、悩めるインテリゲンチアってやっぱりロシアにとってもゲリチンとかもそうですけども、まあロシア人が実際にこう所有していて、ロシア人が実際にまあそういった人たちがいて、まあ、ロシアを良くしようって、人たちがいたわけですね。まあ、そういったロシアの時代背景を投影しているっていうふうに考えることもできますよね、この絵画からは。やっぱりそのキリストってなんていうか、僕らにとってはもう神格化されてるわけですけども、実際のキリスト像っていうのはやっぱりどっちかって言えばインテリジェンスって言われてるわけですね。彼はユダヤ教の戒律をよく理解した人で、だからイエスキリストって別にもともと自分でイエスキリストを始めたわけで、キリスト教を始めたわけでもないし、彼はあくまでもユダヤ教徒だったわけですね。で、彼はユダヤ教徒のその教徒の中でこの戒律をよく理解した人、戒律っていうものをよく理解してた、まあ、要するに法律をよく理解してた、まあ、弁護士みたいな感じの人なのかな、ちょっとまあ語弊があるかもしれないですけど、まあ、要するによく法律を理解していたインテリジェンスだったわけですね、イエス・キリストっていうのはどっちかといえば。で、まあ、それが後の弟子によってキリスト教が作られたわけですね。だから彼が生きてる間は別に作ってないわけですよね。だから実際のキリストにある意味これは近いかもしれないですね。キリストは本当はなんか悩める人で、民衆を良くしたいと心苦しんでた人かもしれないし、これは本当にそれが合ってるかもしれないですね。まあ、これは実際に聖書の一場面ですね。キリストの実際の有名な場面をモチーフにして描いたものですね。はい。で、ロシアを語る上では欠かせないのこの人は、もう私が一番好きな画家はこの人ですね。イリア・レーピンですね。まあ、ロシア絵画お詳しい方なら、あ、レーピン、あ、あんたレーピン好きなの、もうなんかもうど真ん中行くねって感じだと思いますね。はい。ただイリア・レーピンやっぱりすごいですよね。移動派の代表的な 画家です、この人は。本当に。レーピンは何がすごいかっていうと、レーピンを見るとその時代のロシアの全てが分かるっていうぐらい、レーピンはこう様々なことを描き切った人ですね。で、彼は当時 そのロシアの社会を見事に絵画言語に昇華させた人ですよね。絵画の中でその当時のロシアの社会っていうものを理解させることを文法的に確立したって言っても過言ではないと思うんですよね、この人の作品は。もう百科事典的であり、もう本当に当時のロシアを敏感に写し取ってますよね。ここまで深く敏感に鋭利に時代っていうものを感じ取って、それを見事な技法で
海外にまで高め上げるっていうのはやっぱり相当の力量ですよね。でこのボルガの船っていうのは人の手によるハシケ運搬の様子を描いているんですよね。でレイピンはこのハシケ運搬業者の人々がこの手で人の手で運搬しているっていうのを見て非常に彼らに同情したって言ってますね。だから本当にだからシンパシーの力が強いんでしょうね。移動派が正直言ってそのロシア社会にもたらした功績ってもう絶大だと思うんですよね。本当にずっとだからのロシアってやっぱり格差が本当にひどかったんで、ロシア皇帝時代っていうのは、まあ、王室がもうめっちゃお金持って、農道が全然お金持ってなくて本当に苦しい生活したのを、やっぱり移動派の人たちがそういったことに注目してこう世に知らしめたわけなんで、まあ、後の革命にも間違いなくつながってると思うんでね。イリア・レイピンの功績はもう巨大だと思いますね、この人は。で、次もちょっとこれが正しいか分かんないですけど、バシリー・ポレーノフのキリストと会員の女ですね。これも、だからなんか、ちょっとだからロシア独自っていうか、まあ西洋の解釈をロシアならではの解釈にしたって感じなんですけども、ただまあ僕もやっぱこれ初めてこの会議を見たときに、もうめっちゃ感銘受けたんで、その時はポレーノフとか名前よく知らなくて、初めてパッと見たんですけども、この見た時にあこのモチーフ何かなってすぐ分かったんですよね。この聖書のエピソードすごく好きなんで、あおそらくだからこの女に石を投げるっていうような、エピソードだなって思って、あこういう風に描くんだっていう、こういうインテリジェンスでリアリスティック、まあ、リアリスティックって言っていいか分かんないですけど、なんていうのこう神格化させずにこうリアルなその当時を思い起こすような、あの本当にその場に存在したかのように描いているっていうのにやっぱ僕は非常に感銘を受けたんですよね、この作品は。でキリストと姦淫は聖書の非常に有名なエピソードですね。で姦通の判決を受けた女性がキリストの前に連れてこられるわけですよね。でこの彼女は石によって殺されなければならないわけですよね。だから人々がこの女性に石を投げてって殺すわけですよね。でそこでキリストはこう言ったわけですね。この中で罪のない者がまず石を投げようって言ったんですね。かっこいい。でこれを彼が言ったら誰も彼女に石を投げなかったわけですよね。いやこのエピソード本当僕すごい好きでね、なんか聖書ってね、なんかまあ僕はやっぱり素晴らしい作品だなと思うんですよ、マジで。素晴らしい、もう、芸術作品だなって思うんですよね。で芸術作品だけじゃなくて、まあ、倫理的なことも投げかけてくれるし、まあやっぱりなんか僕はキリスト教っていうのはすごいなって思いますね、そういう意味では。まあ、もちろん別に僕はキリスト教徒でもないし、キリスト教徒になるつもりもないし、まあ、別にキリスト信者でも別に全然ないんですけどね。だから作品としてやっぱ聖書を見たときに、やっぱりなんかこう、学べるものはやっぱ多いですね。だから、聖書っていうのはやっぱり、だからそれだけ偉大な人々に影響を与えたと思うんですよ。まあゲーテしかり、まあドストエフスキーしかり、ジットしかり、彼らは非常に聖書に影響を受けたわけですよね。まあそのなんであんな偉大な人たちが聖書に影響を受けたかっていうのはよくわかりますよね。で、ポレノフっていうのはロシアの画家の中でも比較的珍しいキャリアだと思いますね。ロシアの画家の人って貧乏な人多いんですよね。で、もう大変だった人いっぱい多いんですよ、本当に。もうすごいなと思います、マジで尊敬しますね。でも彼は裕福な貴族の家に生まれたんですよね。そしてなんと彼はペテルブルク大学の物理数学の学部に留学するんですよね。もうインテリですよね、マジで。ただその傍らに彼は帝国芸術アカデミーに自由学生として参加するわけですよね。で彼の知識欲っていうのはもう非常に広範にわたっていて、まあ、解剖学とか建築美術とか、画法幾何とか美術史などの、まあ非常に多様な講義を受けたみたいですね。で、さらに最終的に彼は法学部を卒業するわけですね。だからまあ非常にだから知的な学科の一人ですよね。まあ、ロシアの学科はまあみんな知的ですけどね、もちろんね。はい。だからまあ結構異色を放つような存在ですよね。でもまあ見ていただければわかりますけど、圧倒的な技法がありますよね。モチーフ力、テーマ力、すべてにおいて素晴らしいですね。もうパーフェクトと言っても過言ではないですね。まあでも、ここら辺までは、なんていうのかな、まあ、うん、なんていうのかな、移動派、うん、そうだよね、うん、まあ、独自だよね、うん、そうなんだって感じかもしれないですけど、まあ、うん、どこら辺が独自なのかなっていうのもあるかもしれないですけど、社会的な運動と密接に結びついてるんで、そういう意味でやっぱり移動派っていうのは、偉大な一連の動きですね。
ロシアっていうものを形成した偉大な、画家たちの一部であるのは間違いないですね。はい、ただ次の、絵画はもっと人気かもしれないですね。はい、ミハイル・ブルーベリです。僕も大好きです、この画家は。めちゃめちゃ好きです。で、トレチャコフ美術館に行ったら、もう、デカデカと彼の絵画がありますね。それぐらいやっぱりブルーベリーっていうのは、ロシアにおいて重要だし、めちゃめちゃ独自のもうタッチですね。もう見たら一発で分かりますけど、もう、この、単美で、特徴的なタッチですよね。で、モチーフも素晴らしいですよね。もう見てもらえば、これは多分分かるんじゃないですか、ね。説明不要。って言われるかもしれないですね。ミハイル・ブルーベリっていうのは、まあ、1856年から1910年ですね。比較的だから新しい、画家ですよね。で、彼は非常に見ていただいたら分かるんですけども、かなり芸術的ですよね。で、彼の、要するに美術世界派って言われてるんですけども、なんでこういった運動が起きたかっていうと、これは要するに移動派の反動ですね。移動派が社会的な側面に注目されすぎたので、その反動として芸術主義に回帰したのが、まあ、回帰って言っていいのかな、芸術主義に移動したのが美術世界派ですね。で、ブルーベリーっていうのは要するに、まあ、もう芸術のための芸術を追い求めようというような動きですね。で、このブルーベリーが描いた鎮座するデーモンは彼の代表作の一つですね。で、この鎮座するデーモンっていうのは、ちなみに著名な作家であるレールモントの死に寄贈するために描かれたものですね。彼はだからデーモン系のテーマは何個か書いてますね。これちなみに、まあ僕も T シャツ持ってますけどね。いやー、もうブリューベリーはね、もう天才ですね、マジで。この人は本当いろんな絵画があるんですけども、独特ですね、マジで。で、最後にご紹介したいのは、我らがマレービチ君、黒の正方形。はい、もう出たよって感じだと思うんですけども、まあまあ、でもマレービチってやっぱり重要なんですよね。で、彼はもうピカソよりも天才って言っても過言ではないですね。まあ、ロシア人にとってはですけどね。はい。で、まあ、抽象絵画の最も影響力を持つ一人ですよね。独創的かつスタイリッシュな画風は、今後の、まあ、ロシアの美的センスに深い影響を与えてますよね、やっぱり。マレービチっていうのは、美術世界派が起こした運動をもっと哲学的に、そして、まあ、より純粋芸術まで高めようとした動きですね。それらの試みを、まあ、シュプレマティズム、絶対主義っていうふうに言われてますね。で、この黒い正方形っていうのがその代表作の一つです。何のこっちゃってことだと思うんですけども、シュプレマティズムとか絶対主義とか何のこっちゃと思うんですけど、要するに、まあ、簡単には美術世界派が、まあ、芸術のための芸術を求めた、要するに、まあ、単純に美しいものを求めた、例えば社会のつながりとかも別になくても、これってもうやっぱり美術として素晴らしいよねっていうような、ものを求めたとしたら、これはもうそれを、まあ、もうとことん突き詰めたって言っても過言ではないですね、それは。はい、簡単に言えばね、ピカソとペカソって、結構技術は高くて、技術は高いのをこう、まあ、脱構築的に、破壊して新しい、まあ、表現の境界を人類にもたらした人だと思うんですけども、マレービチっていうのはピカソと違ってこう絵が描けなかったんですね、ちゃんとした絵が。だから、まあ、ロシアの人々は、ちょっと冗談半分に、マレービチは絵が描けないから、まともな絵が描けないから、こういった抽象絵画を試みたっていうふうに言う人もいるんですけども、でもやっぱり、マレービチのこの独特のセンスですよね。彼の本当にもたらすセンスっていうのは、もう現代でも通用すると思うんですよね、これは。やっぱり素晴らしいですよね。まあ、偽物ではないですね、間違いなくね、マレービチっていうのは。僕もまあまあ、マレービチ大好きなんでね。はい、以上が、まあ、ロシアでおすすめの絵画でした。ロシアの芸術の流れを見れば、やっぱりそのロシアが西洋といかに関わりを持っていたかっていうこともよくわかるし、どういった社会の動きがこうどういった社会がこう変わってきたかっていうのも見えてくるんで、やっぱりまあ面白いですね。アイバゾフスキーとか、ブリューベルとか、まあ、あとマレービチとかは結構好きな人多いと思うんですよね。まあ、今日キャッチーなんでね。ただまあ僕はやっぱり移動派とかもすごく好きですね。本当にいい画家が多いですね、めちゃめちゃ。まあ、ぜひこうロシアの美術館に足を運ぶのをおすすめしますね。まあそれも、まあちょっとハイレベルになったかもしれないですけども、はい。はい、今日はロシアの代表的な画家のご紹介でした。まあ、よければ、コメントや、高評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またなんか、まあ、こういった企画、こういったことを見てみたい、こういうことを知りたいっていうようなコメントいただければ、そういうこともまあ実現していきたいと思うので、まあ、気軽にコメントいただければ幸いです。ではまた。